ガのスナグルビーストがミュータントバイを飲み込んだ。どうだい、この一手でほとんど決まりじゃない。おい、なんだよそれ。チェックメイトっす。はあ、そりゃインチキだよ。ところがっすね、公式ルールによればスナグルビーストはハエのアレルギーにより2ターンの間動けないっすよ。うわお、あれが始まるっす。勝ち続けですな、お客様。しかしバカ好きは長続きしないもの。好きじゃないぜ、マクシミリアン。計算通りさ。世の中は計算通りに進みませんよ。ペイジェントクラクエン。忘れた。凄腕エージェントと聞いていたが、とんだ。計算通りだろ。車を回してくれたわい。下手にいじると爆発するぜ。へい。マル秘エージェントクランク。チャンネルはそのまま。惚れ惚れするっす。もう。いいだろう、チャンネル変えな。でもチャンネルはそのままっすよ。ああ、ほら。ベルディンから生中継でお伝えします。1時間前からこの惑星は襲撃を受けています。襲っているのは凶暴なエイリアン種族ティラノイド。当局の発表によると、あの伝説のロボ科学犯罪者であるドクターネファリウスが背後で糸を引いている模様です。そこで銀河政府はガラクチックレンジャー部隊を直ちに差し向けましたが、状況は全く思わしくありません。これでは辺境惑星ベルディンが滅びるのも時間の問題でしょう。では以上、レポーターのダーラでした。すぐ戻ろう。今からじゃ行っても間に合わないっすよ。おや、まあ重力ワープシステムじゃないっすか。でもそれ確か作りかけじゃなかったっすか。部品だって元はマタグライザーっすよ。行くぜ。聞いちゃいねっす。どうだい、いいから急ぐっす。そうだよ、急がなくちゃ。宇賀銀河ヘルプデスクサービスに再びようこそ。あなたのお客様番号は91802です。ガラクトロン製ジェットブースターはヘリブースターと同じ機能を持っているので、ホバリングライドもブーストジャンプも使えます。
ックチェンジのサブメニューにアクセスするには、クイックチェンジ中に R1 ボタンを押してみてください。チックレンジャーの部隊っす。おお、新しい隊長がありますね。はあ、隊長、このガラミカをどうぞ。ああ、敵が多すぎだ、全滅しちまう。ショックブラスターは丸ボタンで発射できます。武器ガラメカは使えば使うほどアップグレードして強力になっていきます。弾を蹴散らずガンガン使って進みましょう。ガラメカがアップグレードしました。武器は使えば使うほどアップグレードしていきます。隊長、困ったであります。奴のせいで進めません。誰か突っ込まないかな。ねえ、その誰かってオイラ？やるでありますか。隊長、これをどうぞ。援護するであります。遠くの方から。あの乗り物をナイトロボーンで攻撃してみてはいかがでしょう。ガラメカを素早く切り替えるには三角ボタンを押し続けて左アナログスティックで選びます。あなたの体力、ナノテックの最大値が増えました。チャレンジモードではダメージを受けずに敵を倒していくと、ボルトの数の掛け算表示が増えていきます。うまくプレイしてより多くのボルトを稼ぎましょう。状況どうなってる？奴らはセクター F の基地に退却したであります。追撃せよとの命令であります。セクター F？ 本当かよ、全滅するぞ。俺らやだね、位置抜けた。着陸シップに戻れ。絶対勝ってみせる。了解、了解であります。恐怖症なんだ。うわあ！動くんじゃない。奴ら至る所に隠れてるぞ。敵の中から現れた。
を逆にするにはオプションメニューに進んでください。あの移動体を破壊しろ。銀河大統領から通信であります。いや、前線はどうかね、諸君。あれ、もしやエージェントクランクさん。はじめまして、援護しに来たっす。おお、なんと光栄な。お抱え運転手も一緒でしたか。はあ、シャウシャウシャウ、オイラはクランクの。クランク殿、ネファリウスを止めてほしい。過去にもたった一人だけ奴を止めた者がおった。だがその者は今や行方知れずで捜索中なのだ。これが手がかりだ。さて、今晩の自然のミステリーはフロラーナのサルゴンをお送りします。惑星フロラーナのジャングルには謎の生物サルゴンが住むと言われていますが、定かではありません。それが自然のミステリー。ほら、ここのキャンプ場で見ただ。やつは裸のオスで叫んでて、でバナナ持ってた。ありゃバナナじゃねえ、ブーメラン。それが自然のミステリー。伝説によればこのサルゴン、とあるヒーローが生まれ変わった姿だといいます。世間から身を隠しこの姿に。それが自然のミステリー。次回のミステリーをお楽しみに。この男を探してほしい。銀河の運命がかかっておるのだ。こいつが銀河の運命を握ってるっての。名前はなんて言ったっけ。そうだ、サルゴン。信じられんだろう。だが私を信じてくれ。ただ一つの希望なのだ。頼りにしてほしいっす。ええ、チャレンジモードではメガウェポンを買うことができます。最高レベルにアップグレードした強力な武器ガラメカです。この惑星を出発するためには次の惑星のナビデータを見つけなければなりません。メニューの操作オプションから R1 ボタンで弾を撃つ操作に切り替えることができます。お好みでどうぞ。ポット箱を壊すと一定時間だけもらえるボルトと経験値の数が大きく増えます。チャンスです。
ではしごにつかまれば、バツボタンでてっぺんまで登ることができます。ジャンプして触れた瞬間にバツボタンを押せば壁ジャンプができます。滑り降りるにはワイヤーの下でジャンプしてみましょう。テスラバリアーは防御と攻撃を兼ね備えました。近くの敵に高電圧の雷を飛ばします。あ、ラチェット、お客さんっす。どこ？後ろっす。どこ？後ろっす。どういうこと？戦ってんじゃない。禁断の地を荒らした者は試練の道で裁かれよ。あ、それはっすね。試練の道を行け。正面に戻すには L1 ボタンを軽く1回押してください。試練の道はクリアした。さあ、ネファリウスの情報をよこすんだ。はあ、ネファリウスだよ。
あんたは一回倒してんだろ。はぁ、ちえ、この間抜けさはまるでキャプテンクォーク。そうキャプテンクォーク。あんたかクォーク、そんな格好で一体何なんだ。まあ、クォークは野生化しちゃってるよ。どうする？マスクをかぶってればいいっす。リーダーの印っすよ。オッケー。通信っす。こちらフェニックス号のキャプテンサーシャ、大統領の命令で手伝うわ。ああねえ。はい。あら、クォークを捕獲したのね。ああ、捕まえたよ。でも、ねえ、これ役に立つの？多分とにかくフェニックスに連れてきて、それから考えましょう。通信終了。クランク、超巨大戦艦だよ。フェニックス号にようこそ。ああ、驚いたかしら。フェニックスこそガラクチック艦隊の最高峰、最新テクノロジーが満載よ。ホロデッキトレーニングルームにガラメカショップの出張所、 VR ルーム、スターファイタージューン工房、おまけに家庭用ゲームの最高峰 VG9000 も。VG9000 かよ。当然ね。もちろん16連射コントローラーに VR ヘッドセット、無重力ダンスパッドもついてるわ。やばい、惚れちゃった。長い旅で酔っちゃってるみたいね。ああ、休む部屋も用意させたわ。クォークにも特別の部屋をあつらえてあるから。準備ができたらブリッジで会いましょう。この惑星のマップを見るためにはセレクトボタンか R3 ボタンを押してください。ダダン。ここはガラクトロンの武器ショップ。買う前に VR シミュレーションで試してみることもできるわ。のアーマーショップ、フェニックス出張所よ。新しいアーマーが入荷したらすぐに知らせるわ。私と会う前にクォークを檻に入れなさい。ここは VR トレーニングルーム。戦闘訓練もできるし、新しい武器ガラメカの練習もできるの。フェニックス号のトロフィールームにようこそ。乗組員が勲章やトロフィーを受け取ったらここに飾られるわ。このエリアは立ち入り禁止よ。あなたはアクセス権限を持っていないわ。このエリアは立ち入り禁止よ。
あなたはアクセス権限を持っていないわ。ここがあなたの部屋。もちろん VG9000 もセットアップしてあるわ。 V コミックが遊べるわよ。なんでこんなになっちゃったの？ヒーローとして失敗続きできっと壊れちゃったっすよ。まあそれでもクォークが元に戻ればネファリウスを倒せるんだろう。ダメだこりゃ。よろしい、ではブリッジに来て。これは VG9000 ゲームシステムよ。 V コミックを遊ぶのに使ってね。ボタンでメッセージをスキップできます。またポーズメニューからメッセージをオフにすることもできます。通信見失うな。信号をブーストしろ。銀河大統領だな。どこからともなく現れた。ティラノイドの侵略だ。私の屋敷ももう危ない。それほど長くは持たんだろう。銀河大統領、パパ聞こえる？パパ、ツナガ銀河のロボット職員よ、君たちの解放の日は近い。長い間ロボットたちは語気使われ、馬鹿にされ、ひどい目に遭ってきたのだよ。そう、人類のせいだ。今、ロボットの手に自由と、そして平等を我が輩の力で勝ち取ってくれようぞ。おっと、これを見ている人類どもよ、お前らを生ゴミの日に処理してくれるわい。お楽しみにな。マルカディアに進路を取れ。戦速最大、戦闘に備えて着陸シップを出せ。あなた方はマルカディアに先乗りさ。ミッションメニューから現在のミッションを確認できます。ポーズメニューから入れます。スターファイターをこのコンソールからアップグレードできるわ。
よくぞここまで。大統領の屋敷は逆サイドであります。身をかがめてティラノイドがうようよであります。軽く押すと前に使っていた3つのガラメカに順々に切り替えることができます。
隊員たちの援護をお願いするであります。絶対に負けられません。敵を発見。うじゃうじゃ嫌がる。によって変身した炎のアヒルは近くの敵に向かって攻撃を仕掛け、そして爆発します。このアップグレードではロックチューンが使えるようになりました。
L2 ボタンと R2 ボタンを押し続ければ敵にロックオンすることができます。急げ、修理がまもなく終わるぞ。上では敵は赤、味方は青、そして目標は緑で表示されています。砲台は空中の輸送シップしか狙えません。地上の敵を叩くのであります。クランク、ドラマそのものの活躍が見られるとは私は幸運だ。それより少し落ちるが、まあ運転手君もよくやったな。クランクを見習って頑張ってくれたまえな。サーシャは君を妙に飼っているが、変な気は起こすなよな。君とは釣り合わんから、うん、ところで報告では、あ、クォークは自分を猿だと思い込んでるそうだな。記憶をなくしてしまったっすよ。なくしたものは取り戻せばよい。我々は彼の力が早急に必要なのだ。分かったかね。やっさあ、サーシャと付き合うなら手柄を立てんとな、ラチェット。いや、おいらはそんな。町のレーザーシールドが壊されてしまいおって、今や丸裸なのだ。修理担当を送ったものの消息不明。君たちはレーザーシールドを修理せよ。やっさあ、任せて。you
君らの持っているリフレクターで町のレーザーシールドを復活させてもらいたい。なお、レーザービームは地下熱いのでな、リフレクターを装備するのを忘れんようにな。リフレクターを使えばレーザービームを跳ね返すことができるわ。リフレクターを装備してビームの通り道に立ってみるの。それで L1 ボタンと右アナログスティックを使えば跳ね返す方向が狙いやすくなるからね。リフレクターを使えばレーザービームを跳ね返して攻撃することもできるの。正確に狙うには L1 ボタンよ。その部屋のどこかに雲の絵があるはずだわ。レーザーを当ててそこまでスパイダーボットを導いて。ちょうどいいとこなんだよ。なんだ？クォークの V コミックかよ。あのね、本当は歴史実録インタラクティブコミックだよ。町の防衛ネットワーク使ってゲームってどういうこと？あのね、セキュリティサーバーから626ヘクサマトリックスを経由して出力をグラフィックス化してるんだ。違う違う、だからクランク、
通訳してくんない？その場合にはフィードバック構築を DB3 信号デジタイザーにやるべきっす。できないよ。じゃあ再帰的チェックサムを取ってみるよ。ねえ、フィードバックできたよ。おわたた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 たまあ見てな、クランク、本当のヒーロープレイってやつをさ。この物語は全て実話であり、主人公キャプテン・クォークは実在する。マイク入ってる？この実録 V コミックは綿密な取材と複数の噂話、そして適当な推測などから構成されている。時はソラーリアン第5期、海賊王ブラックスター船長の一団がズガガ銀河を跋扈していた。おい、誰かおやつ持ってない？キャプテンクォークは若かりし頃からすでに生ける伝説であった。丸腰で奴らを倒したのさ。しかしクォークの活躍が初めて記録に残ったのはブラックスター船長率いる、おっと、これなんて読むのかな、ゴースト海賊ロボ軍団。しっかりしてよ大将。それだ。それでは実際に体験してもらおう。第1巻海賊の日。今君が手に入れたのは僕の公式アイテムクォークメダルさ。たくさん集めて秘密のお宝をゲットしよう。ピッカピカー。赤いメダルは普通のクォークメダル10個分の価値なのさ。噂じゃ巨大なガラクティックウナギが住み着いてるっていうけど、どんどん来いだ。説明しよう。僕のブラスターは丸ボタンで発射、 R1 ボタンを押し続ければ左アナログスティックで正確に狙えるのさ。使いこなしてくれよ。
シャスな体力アップグレードだ。一つのステージに1個だけ置いてあるのさ。なんだこのダサくは。初めて見た。ゴースト、海賊、ロボット、子供騙しだろ。大将、続けて。かくして、ズガガ銀河の命運は Q の名を持つ勇敢な男によって救われた。かろうじてキャプテンクォークは報酬をクォークチャリティー奨学金に全額気前よく寄付した。奨学金は哀れな貧しい人間に渡された。その人間の名はクォーク。まあ当然だね。おや大統領、この間はお土産をどうも。でもプルーンは嫌いなんだよな。いや何でも。何、ブラックウォーターがやばい。了解、向かいます。大興奮、全てが真実。クォーク V コミック第2巻に続く。すごいハンサムちゃん。果たして記憶が戻ってるっすかね。そう、タラバガニはカニじゃないんだね。ウナギとヤツメウナギだって仲間じゃないんだ。前と同じじゃん。リハビリが必要だわ。その間あなた方にやってもらいたいミッションがあるの。何でもティラノイド族の姿に変装できる開発中のガラメカがあるんですって。言葉も翻訳してくれるみたい。やっぱり石鹸はバナナだよね。だからそのプロトタイプを今週の全滅バトルショーに出場して手に入れて。今夜の全滅バトルショーにお目見えするわ。デスコさーて、今夜の生贄じゃなくて挑戦者はフランド。彼はガラクタロンに勤務中。自分の股間にメルゴビームを当てたことがあるつわものだ。彼を待ち受けるのは何なのか。吉と出るか凶と出るか。グッドラックだ。お次の方。いつもいつもこんなんばっか。